完全に俺かぶる。皆さん、賃貸売ってますか？今日も元気に賃貸を打ちに行きましょう。なんか言ってる。今日の依頼は今日ちゃんもすごい引くんだけど、出たよ。あ、ミッションだった。あ、強いよ。あれ、ダメっぽい。トラガラ出た、トラガラが。はぁ、やっとちょっと長かったな。この、ここの白いの邪魔。だぁ、消えた。ジャックかで、スイカかなんだこれ。出たよ。もうね、このルーティーン慣れた。とう、いける。はぁ、勝てた、よかった。疲れちゃう。ハートが疲れちゃう。おいし、たー、また C だよ。どのさん、どれがいいって言ってた？これそのさんからリクエストでーす。すげえ。そのさんってたまにさ、そういうよくわかんないすごいことをさらっと言うんだよね。いや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 、きついな今のはな。やっぱりこの台の厚さがよくわからない。何をしたら熱くて、何をしたら正解なのか。59ゲーム、すごいな。とにかく当たるね。だってめっちゃ引いてるもん私。なんかね、いろんなの、重いのいっぱい引いてるよね。そう、それ当たんなかったら怒っていいよレベルのやついっぱい引いてて怒ってんの。当たんねえから。どういうことだってなるよ。はあ、5人もいたら無理だよ。もう知ってんだ。ここまでは絶対来るんだって。お、なんだなんだ。そうですか、ありがとうございます。あー、これがいい。何気に今日初めてドラガラ見た気がする。
打たせてくれなかった見せてくれなかったとこだったか。おらこの野郎辛い、もう、いや。はあ。来たー。でもこの後苦手なんだもん、50%。私2回外してんの。50%、もう当たる、もう当たるよ。もう大丈夫。ほんと？どこかわかんないんだよね抽選ポイントでしょ。これだと思うんだけどな。しかもこれもさ、なんかいつこれだったっけみたいな。ここじゃん、この次じゃないだとしたらもう押してんだよ。いや、この次回すでしょ。この次そこじゃないの多分。これそこだと思うよ。これお、それだといいね。イエーイできたー。あー長かったー。しかもなんかいいなおまけついてきたぞ。おまけがついてきたこれ大丈夫、生きてる、わからん、準備中じゃない、全くわからん、準備中だよ、生きてないかもしれないやば、あおつ生きてたね。なにこれ、どうしよう、行くよ。ゲーム数乗せるところで弾けたってことだよね、きっと。多分偉いところで弾いたんじゃないの。よかったー、やっとやっとなんかちょっとできた。また滑った。おこれは偉いんじゃないの。なんか広角っぽいところで引いたよ。たとえボーナスじゃなくてもっていう感じじゃないのこれ。え、なんもないの。せめて全長行け、全長。デッドアライブ。よーしよしよし。もう ART1 回ぐらい入っていいだろう。嘘でしょ。うわ全然ダメじゃん。これは俺は心が折れてきたよ。赤文字チェリー。人間じゃないってめっちゃ言われたけど。お、リールロック、今リールロックあったね。共通か、すげえ技かけてんな。パロスペシャル？パロスペシャルじゃねえや、パロスペシャルは違うわこれ見ましたよ僕、あの番組で、とある番組で。
お、なんだ偉そう。ダンス。あ、入った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 。なんか入った。けどこれこれじゃねえの？せっかくだから勝つとこ見ようか。エロス。いいね。素晴らしい。なんだろう。おお、赤なのだ。やった。ありがとう。158ゲーム赤なの。粘ってるよまだ。いやー、200枚以上出ねえなこの台。いやー、吐きそう、吐きそうです。どんだけ当たってんだよ山内。半端ねえな。山内くんの初当たりがえぐい。50%、50%、50%、もう当たる、もう当たるよ、もう大丈夫。おーい、イエーイ。ついに山内くんに見せ場が訪れました。あとはもう僕は下であのパチスロ雑誌を読んでるだけです。邪魔しないようにするだけです。あとはたまたま山内くんが5000枚ぐらい出してくれればいいや。それで終わりです。やめる、無理。1282回転回してビッグ4回だけです。死んじゃうねこれ。さあ、ということであとは山内くんに託して私は配線処理です。シスクエパラダイス100分の1なんでさすがに当たってくれると思います。ゆっくり打ちます。パチスロしんどいなおい。どうやってやるんだっけこれ。なんか特リップを引っ張ってくればいいんですよね確か。お、特リプ、ありがとうございます。今あのカメラマンの方から1万円借りましたんで、これで頑張りたいと思います。頑張るよ、返すよ。これで勝てば当たり。まあ勝てないんだよねこれね。ほら。残念。特リプのどんくらいだっけな、なんか 30% とかそれぐらいなんですよね当たるのが。すごいな、これより当たりやすい台はもうないっていうのに、これですら当たる気がしなくなってきたよ俺。おいおい、100分の1で200回んのかい。加減当たろうぜ。当たってねえけど、またなんかいた。200回転回ってんじゃねえかよ。バケだー。198レギュラー、56枚です。僕は今日終日打ってて最高獲得枚数201枚です今んとこ。
そ、シスクエはですねボーナス後一応20ゲームの RT に入ります。ただですねこれ、減ります、ゴリゴリ減ります。あとなぜかこの間は全終わったよ。あんなにいっぱい引いてこんだけしか出ないってどう思う？あーもう戻せる気がしない。頑張って戻さなきゃいけないのはねよーく分かってる。なんだこれは。出た出た。これをこん中で引きたいの。はあ。買ったんじゃね。あームカつく。タイミング。あー何なんだこの台は一体。ほんで揃うしシューティング。これさマジさ、なんでさっきハンターラッシュ中にできなかったの私。意味わかんないここで今びっくりマーク出てるけどもうエスカースタートしてさやらせてくんない。そういうシステムではないんだね。当たんのめっちゃ軽いのにな。なんだこれ。こんなきつい台だったっけこれって。そんななんかまあ打ってないけどさ言うほど触ったことなかったし人のも見てないし。でもなんかもうちょっとなんどうにかなる台なイメージだったんだが。やめてやる。こっち行く。もう嫌だ。溜まってるよ。いっぱい溜まってる。わかった。手がれが。わかった。放出させるだけでしょ。手がれ放出させるだけだから。手がれ放出させてくるわ隣で。移動しました。花ちゃんが打ってた、オブザデーを201ゲームからいきたいと思います。4回ビッグ、ART なしです。 OK。はい、92ゲームしゃー、やったよ。123。ねえ、花ちゃん何やってたの。64ゲーム暴走。行ったよ。やっとできるよ楽しいやつ。やった。いやすごい。できた。楽しいやつこれだ。あとは楽しく揃えられるかどうかです。お疲れ様でした。なんかねすっごい疲れた。普通に打つより疲れた。さようでございますか。うん、すっごい なんだろう、一生懸命打っていっぱい引いてんのに何も起きない。このどこにぶつけていいかよくわからない気持ち、うん、だからなんか300分の1とか500分の1とか800分の1ぐらいの子役を、うん、とんでもなく引いてるなっていうのは分かってた。そう、すげー引いてた、うん、で、移動したじゃないですか、オブザデに。あ、しましたね。オブザデも全然すぐ当たんの。そんなことはなかったですけどね、僕の時はね。すぐ当たったもんだって。130、40ぐらい回して花ちゃんからすぐ当たって、その後100回してなくて当たってとかだから。おー早いね。全然早く当たってたんだけど、なんかいまいちこうパッとせず。最近ねそういうの多いんだよな、そもそも私が。まあでも当たってるからね。まあね、俺は
私は当たらずにパッとしないっていう最悪のパターンですね。一番最悪のパターンでどうにもならないよね。なんか、私は使ったのが私は、846枚使って、はいはい、回収が304枚、うんはいはい、でマイナス542枚です、はい、優しいね、まあ、打ってた台、ね、考えたら考えたらうまい全然可愛いかなって頑張ったなって感じすげーなっていう。僕なんてあのオブザデッドで強チェリ引こうが強チャンス目引こうが何にも起きなかったですよ。オブザで強チェ引いたら当たったよ。当たんねえよあんなすぐ当たったよ。だから俺の分が多分そっち行ってる。あでも強水化は1回外した。強水化何パーぐらいだ。20パーぐらいか知らんけど分かんない。で、はなちゃんは、結果私はマイナス1410枚やってくれたな、まあ、本数で言ったら30本ですねやったなこの野郎。いやオブザデでもう25本だったわけじゃないですか。そうね、でもう下行ってシスクエでなんとかこうにかやりくりしてたんだけどやっぱ最後ダメで、もう心がポキッと折れてお疲れ様でしたと。お疲れ様でした。なんか万枚出すはずがマイナスかよっていうね。ねえ本当、まあしょうがないですよね。でも攻めていかないとプラスはないので。そうだからこの企画はプラスになったらね、そうそうそう、貯蓄が増えるわけですから。プラマイ動向じゃなくて、プラスを作っていくことの方が大事だから、また攻めていこう今度も頑張ってということで、マイナスです。まあここでとりあえず年内終了なわけですよ。あそうか、はい、そうだね。じゃあまた1月これが多分12月のなんか半ばだかその辺に公開されるんじゃないか多分。そういうことですね。12月の半ばに公開されてると思うんで、隔週だからね一応。そう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 、あのテロップがすごく前回のねシリーズに比べて少ないのはあのカメラの向こうにいるあの人のせいだから。うんそうそうそう、テロップちょっと少なめだよねとか思いながら、うん、時間ないっていう理由でね、切って貼ってペッこう、ね、絵頭みたいな感じで切って貼ってドーンみたいな感じになってる絵頭さんになっちゃってますけど。さあということで、シャープさん大敗でございます。2人合わせるとマイナスの1900枚ぐらいになってます。やったなやりましたね久々に。やったな、まあまあまあ、久々じゃないですかもうこんだけ走ってんの。大丈夫、これからもそういう日が見えてる気がする。いやダメだダメだそれじゃダメだ。何言ってんすか。いやなんかそう何を言ってんすか。そういうのがこれからいっぱい来るのかなとか思っちゃう。いやいやいや、例えばちょっとまあ東3回やったから、うん、違うところ、まあ、新年一発目はちょっとまあね験担ぎというわけじゃないけどちょっと西側行ってみたりとかね気分を変えて。そうまあそうなんかまあ吉祥寺はちょっと遠いからあれだけど新宿かね遠いから。違う、自分が行くのがめんどくさいだけでしょ。でも吉祥寺めっちゃ相性いいのよ俺。じゃあ吉祥寺にしようよ。でも遠いんだよね。いいじゃん別に。吉祥寺で負けたらもうシャレにならん。私別に吉祥寺そんな遠くない。俺ものすごい肩を重くして電車に乗ることになるから。それは勝手にしてよ私別に関係ないもん。半泣きで電車で帰ることになるから。大して変わんないもん私吉祥寺こっちでも。あーそうか、あなた変わんないですね。そんな変わんないもん。あーなるほどなるほど。そうそう、私が大幅に変わるだけですね。じゃあどのさんも別にじゃないね。あ、ない、俺だけすっごい変わるの。そう、吉祥寺にしよう。いいよ吉祥寺でやりますか。じゃあ現地集合、現地集合。いいっすよいいっすよ俺迎えに行かないよいいんですよ、あの経由していただいても私のそんなの LINE でやれ横断すればいいんだよ東京ということで、次は今んとこ吉祥寺が濃厚ですが果たしてどうなるんでしょうか、はい、まだ何も聞いておりませんし、はい、どうなってるかも全く分かりませんけれども多分来年も続くと思いますので、はい、またご視聴よろしくお願いします2018年もありがとうございました。良いお年を。